はい、レンコンをピーラーで剥きます。包丁で剥くとどうしても厚く切ってしまうのでピーラーで剥いてます。そしてこれを醤油にします。はい、これで端っこを切れば完成です。はい、これを酢を入れたここにつけときます。はい、OK。 はい、キノコを切ってきます。はい、ほぐしてあるしめじで、OK。 はい、マリネ液を作っていきます。柚子胡椒で、はい、それからレモン、溶かしておきます。マリネ完成です。はい、オリーブオイルにニンニクをつけました。まとまりをして1分と炒めていきます。はい、レンコンいただきます。はい、カプセイトマリネです。
はい、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて今晩のおかずに。はい、OK。